で、ゆうき、めちゃくちゃさっぱりしてるんですけど、ツンデレちゃんですね。で、恵比寿マイキーです。彼は1話したら10帰ってきます。で、夏子です。めっちゃ元気に見えるけど一番繊細です。ピザ伸ばすのうまいです。あ、そう、最近ピザを焼けるようになりました。石窯で焼けます。この前みんなでバイト先行ったんですけど、ヤマトは聞いてたけど本当に山で登山でしたね。車乗ってきてるから。えげつない山でしたけど、まあ、なんかあれやろ、なんやっけ、患者にじゃなくてなんやっけ、なにわ男子も取材に来るぐらいすごい店らしいです。高橋、ちょっと恭平と大橋和也君が来てくれました。で、全然知らなかった。で、後で調べたらめっちゃすげえした。はい、こんな感じです。よろしくお願いします。もっとみんなと話したいです。Get on.